さんとさんがさ、ちはやさんって言ったからちはやさんなんじゃない正解正解。ちはやさんって言ってたね。合ってる合ってる。ひたすら動揺してて、わかんなかった。これリアクターって勝てるんだっけって言ってたんです。ガガガガガ。ありがたいですね、フォローしてくださるのは。すみさんとっさん、偉大だ。インポスターだったら絶対許さねえ、この試合。ちょ、左見回り行くか、ゴミだったし。どういう状況？あ、バグアベレージさんだったよ。あ、サントスです。はいはい。左上で、アッパーエンジンかな？で、死体が転がってました。どれアベレージさんだった。アベレージさんか。うん、表記的には全員生きてますね。あれ？生きてる。まあまあいいや、アベレージさんが死んじゃってるので。はい、アベレージさんが死んでて、アッパーエンジンの、カフェテリア側の入り口のとこかな。アッパーエンジンのカフェテリアの入り口。カフェテリア方向の入り口。誰かいました？いや、いなかった。開いた時に立ってました。ん？まず死体見えました？死体は、ギリギリ見えた。で、立ってはない。転がってた。転がってた気がします。なんかね、すごい今、アドミンを最後見てたんだけど、めっちゃ散らばってる。点在してた。どこも固まってなかったか。いや、最終位置、リアクターにいるのがナイトメアです。ナビゲーションあるとか覚えてないですか？場所エレクトリカルさん。ちょっと一生懸命記憶やるけどね、メッドベイ以外も一人いた気がする。アッパーエンジンも一人いたな。あ、ちなみにミトリカルも一人いたな。エレクトリカルトータスです。見つける前はアッパーエンジン閉まってたんだよね。で、あの、下ルートから私回っていったんで、十字路で待ってたんですよ、開くの。で、開いて入っていったら、レポート光って押したみたいな感じです。あ、下から来たんだ。下から。あ、じゃあ、かなり。合わせる情報あって、僕もその閉まってるタイミングでメッドベイアッパーあたり行って、アッパー閉まってたからメッドベイ入ったんですよ。はい。その前に、その状況で多分死体があってるってことは弁当かなと思ってて、で、理由が、アドミン見てたんですよ。うんうん、で、アベリーさんも見てて、で、コミューが、鳴ってて、僕 O2 とナビゲーションあたり、O21 あったから見回りして、アベリーさんまだ残ってて、多分そっからアッパー行ったって感じか。あ、ちなみにエレクトリカルトータス入る前も閉まってました。あ、ごめん、ちょ、直前ではないわ、ごめんなさい、撤回します。でも最終目的でやることは間違いなさそう、アブリンさんの。ああ、なるほど、なるほど。アベレージさん死んでない。あ、本当だ。あれ、そうだね。あれ、バグってるね。コメント欄で聞いてみよう。どう。やり直す。どうだろう。いや、まあ全然成立すると思うから。あ、どうなんだろう。生きてる判定になるんだったら。アベレージさんがコメントでスキップとか投票ができる状態なんだったらあれですけど。でもなんか最後に生きてる判定になるとちょっとめんどくさいよね。あ、そうですね。あの、ちょっとコメントで。投票できない。あ、じゃあ、多分死んでる。あ、でも死んでない。あ、じゃあやり直すか。ちょっとやり直すか。あ、でも確かに、これで死んでないまま最後生き残った状態になる。あ、ここ、幽霊。
アベリーさん釣ればいいんじゃないですか。あ、そうだ、アベリーさん釣ればいいんだ。投票できるのかこれ。あ、で、できちゃう。待って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 、サントさん投票しないでね。あ、オッケー、いや、大丈夫だ、投票しても大丈夫。アベリーさん投票できるから、いや、アベリーさん投票大丈夫。一応リーダーに出ておきます。あ、スキップでやっちゃいました。すいません。議論もしようぜ、そしたら。で、ナナコスさんのアッパー情報1っていうのが間違いないんだったら、うん、犯人はアッパーにはいない、うん、リアクターいたのがアルトさんでしたっけ。ナイデクターの最終的にはナイトメアですね。で、僕がエレクトリカル側からドアを取ってリアクターに行った時に、十字路に来た時にセキュリティの、ごめんごめん、待って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 、ごめん、同時で分かんなかった。ナイトメアさん、もう一回証言お願いします。ああ、僕がエレクトリカルアルトサントセンターさんが出た後にエレクトリカル入り、中にサントさんがいたのを確認し、ロアエレクトリカルに入りました。で、その時に十字路のセキュリティのカメラはついていなかったことは確認しています。あ、じゃあリアクターの話ではないのか。リアクターが誰でしたっけ。最終地はで僕がだからリアクターにいる、そのまま、はい、で、ああ、ナイトメアさんが先出て、私がエレクトリカルロアエンジンアッパーエンジンに入ろうとしてしまって、待たされて相手入って死体レポートっていう時系列です。ナルトはナビゲーションが最終位置です。ナビゲーションさん、その前に、ストレージが閉まってる時に急にのとこにいて上に抜けていきました。アベレージは2度死ぬ。キルされた上に追放される。もう一回話しましょうか。ボタン意識高めで。ごめんなさい、ちょっと昨日時間使いすぎちゃったんで、他の人どうぞ。じゃあアルトの証言を入れると、シールドでタスクをやってたら、千早さんとトータスさんと一緒にやってました、うん、コミュニケーションサボタージュ入ったんで、はい、千早さんとトータスさんが入っていきました、コミュニケーションの前で待ってたら、右からナナコさんと高田さんがやってきました。うん、それはだいたい終わったタイミングぐらいですね、ナナコさんと高田さんが来たのは。で、そのままストレージの方に抜けていかれました。僕は右の上の方に行って最終位置ナビゲーションです。これ最終位置高田さん。ストレージで高田さんと一緒に仕事をして、下の方でして、エレクトリカルの方へ向かいます。あ、そうだよ、なんか4人ぐらいいたもん、なんかストレージの中に閉じ込められて。じゃあアルトさん視点で、僕と、サントさん、ナイジムさん以外で登場してない人物って誰ですか。いない。オラプさん。あ、僕はコミュニケーション僕も行ってて、千早さんと結構近かったんですけど、千早さん目線僕見えてなかったですか。オラフ君の記憶があるのはアドミンで2人っきりになった時だけか。あ、その後コミュニケーションサボタージュが来て、千早さんも行きましたよね。行きました、直さず。僕も行って、僕は直さずに、見てたって感じで、でその後、シールドのシールドのタスクやって、ストレージに行こうと思った時になんかドア閉まってて待ってたって感じですね。でその後レポートが鳴ったって感じです。最終位置はコミュニケーションの通路のところです。はい、まあその位置、まあ、千早さんが見えてたならオラフさん白くていいなっていう気しますね。ストレージで待っていたのであれば、おそらくトータスさんや高田さんや皆さんが見てるはずでは。ストレージの中にいたら見つけると思うけどね。ストレージの中じゃないですね。右側の方で挟まってました。なんか右側の、じゃあ、あの2階でどっかでオラフさん見た情報って誰かあるんじゃないですか。ないんですかね。それ違う。オラフさんの目撃証言だけなさそうな気が。ちょっとこれ時間かかるな、払うにしても。そうだね。ちょっと一旦パスしかないかな、これ。絞りはするけど、ちょっとあまりにもコストが高いな。だし、他目線、僕とサントさんとか、ナイトメアさんも分かんないだろうから。厳しいな、これは。全員視点で絞れないかもね。
死んでないのか。オーマイガー、セルフか。町早さん黒か。どうするか悩んでる。カメラ死んでると思ったな。ドア閉められて、ドアギアとかいたのかな。はい。はい。セキュリティ入り口。あら、セキュリティ入り口。コムズなった時に左へ、ストレージから左へ行くセンターは見た。もう一人行ってるはず。あれ誰？もう一回行って。先端に追従してもう一人行ったはず。どのルートで行った？どのルートで行った？ストレージから左側へ。これは先端恐怖症とすれ違ってエレクトリカルの前で、その次ぐらいにももう一人向かってたはずで。ああ、じゃあ左側に行ったんだったら僕かな。多分アルトさんとかとすれ違ったような気がしたけど、誰かしらとはすれ違った。ミトメヤさんどうだったかな。すれ違ってない。僕あのストレートータスさんが多分あの給油のタスクやってた時にゴミ捨てのタスクやってた時にコムズが鳴って行こうかなと思ったんだけど、左左側から多分2人ぐらい来たからいいやと思って逆にエレクトリカル側に走ってったので、僕でエレクトリカルの前ぐらいでも2人ぐらいとすれ違ってるから4人ぐらいとすれ違ってる。僕今ラストアドミン行ったの誰？私ナナコさん入ってきたの見たよ。ナナコさん、ね、で、うん、メコンに2人いましたよ。あ、でね、私カードリーダーやったから見てない。で、ナナコさんがエレクトリカにいたのを確認していて、ロアに抜けた時にサントスさんが来たのを確認している。で、ロアの扉が閉まっていて、入って、2人浮いてるから。閉まった後にサントスさんとすれ違っていたから、タスクの位置を確認したいがないかを確認しつつ、上に抜けた時に上から千早さんが降りてきました。というか、立ってたが正しいかな、うん、やっぱそうだよね。いや、千早さんはね、ロアが閉まってる時にロアで交差してるんですよ。上に行く時にね、千早さん。いけそうだね。詰めれそうだね。ロラで行けそうだね。初日の容疑者もさ、ナイトメアとサントスとオラフとセンター4択でプラスアルファセンター死んだから、もうこの3択の中に必ずインポスターがいると思っていて、でも高田さん視点ナイトメアさんが言ってるのを確認してるって感じなんだよね、多分ね。だからほぼナイトメアか、まあ、うん、絶対とは言い切れないけど、初日との整合性取るとこの3人の中に必ずいると思って。そうだね、高田さんも言ってるので入れていいんじゃないかな。サントスさんは全然僕も対抗位置としてあると思う。位置が2人ともウキちゃん入ってるから。千早さんかサントスさんか俺か。千早さんはウキちゃんじゃないか。あ、ナイトメアさん釣る。位置が悪かったけど、まあでもいいや。まあまあまあ。わからんな。お疲れ様です。お疲れ様です。あれは位置が悪いからしゃあなしかな。うん。うん、ですね。ローラーしてくれればいいけどな。容疑者候補として、うん、コモズ鳴ってる時に僕逆走してるからな。ここでワンチャン僕が黒目だけで釣られるとまずいから、ローラーしてくれればいいけどって感じ。確かに誰も直さねえ。 C の意味がなかった。この村マジでやべ、誰も手で直さねえ。やばいだろ。よいしょ、ありがとうございます。マジで低すぎる。サボタージュとボタン式が。あと誰でしたっけ。ワンちゃんが負けるな。サントスさん、僕が死んだらもう負けちゃうかもしれない。オラフさん、あ、1日目は僕ですね。そうそう、1日目はオラフサントスが残りで、2日目でも分かんないよな。まあ1日目は少なくともそこの4人の中にいるんで、残りオラフサントスなんで、オラフサントスでペアかローラーかはお任せしますか、村の人に。ナイトメアさんとすれ違った記憶があんまないんだよな。うん、私はなんかナイトメアさん、さっきあのセンタンさん死んだじゃないですか。でセンタンさんが弁当説をしてくださってて、アッパーから弁当で行くとリアクターにいただから、なんか私はなんかその話が通ってて、しかもセンタンさんが死んでいて白だから、なんかあの釣れたのかなっていう気もするけど、まあ、ただそれはあくまで私視点の感覚なので、村の他の意見でオラフサントスをペアにしたいとかローラーしたいってあります。サントスさんが最後アドミ見てたんですっけ。アドミ見てない。最後はナナコさん、私カドリに縄が届かないのか。ナナコさんが見てた。ナナコさん、はい、アドミ見てた。アドミセキュリティ位置ついてた。死んだ意味がなくなっちゃう。覚えてない、ごめん。僕アドミ見てました。セキュリティ位置ついてました、はい。あ、じゃあそれがセンターか。ギリギリ多分足入ってんのかな。
あれアルトさんが報告してくれたんだ、見つけてくれたんだっけ。そうですよ。ただセキュリティ1あると思ってカメラついてないから行ったら、うんうん、セキュリティのちょうど手前、本当手前ぐらいぐらいで撮れてたんで、あ、境目ってことか。そうそう、あ、これが入ってないんだったら弁当にいんのかなって思っちゃう。ナヤさん釣ってあげてほしいけどな、ナヤとメンさんの遺言を拾って。わかりました。せめて詰めてあげてほしい。僕はもう他の人の意見でいいけど、僕はサントスさんまで釣りでいいと思ってますけど。あ、素晴らしい。あ、なるほど。まあ、釣りからガス1到達さんかなって思ってる。俺え、アルトさんが俺とファン一緒におって、まあ、一緒いたっけ。あの、いや、1回目のコムなった時、あ、そうそう、ね、初日のオラクさん、よくよく思い出すとなんかいたような気もする。ここまでやるなら千早さんまでお願いします。じゃないとちょっと死にます。千早さんはなさそう。違う、間違った、オラクさん、間違った、間違った。じゃあ次一応しますね。やべえ、それは、うん、でーす。ちなみに全部私です。いや、だって人殺し、サントさんとすれ違ったあとドア行ったら閉まってんだもん。そうしたいあると思うじゃん。ちなみにアベリンさんを殺してその上に釣りませんって言ったのは私なんで、アベリンさんを2回殺したのは私です。確かに恐ろしい。言われてみれば。あ、これはね、リーゴン通り、千早さんまで釣っちゃいましょうね、これね。そうです。え、これ僕釣られるって初日浮いてるからって感じですかね。いや、なんか、でもコミュニケーション直してた時って、サントスさんじゃなかった、トータスさん、千早さん直してる時にオラクさん見てるんですよね。ああ、じゃあありがたいですね。その後僕シールドも行って、ね、うん、ストレージのところ扉閉まってて、左行けなかったんですよね。で、その時に通報になったって感じで。うん。はい。で、さっきも僕エレクトリカルで高田さんと一緒にタスクしてて、でその後ストレージ行ってアドミっていう風に見て、で、セキュリティ位置っていうのを確認して向かってる途中でストレージら辺でレポートになったって感じで、いい感じ。僕としては釣らないでほしいなって感じなんですけど、村目線あれならしゃあないかなって感じなんですけど、高田さんが、まあ、一郎をしてるっていう発想でよかった。俺仕事終わったんで、俺は思い出すしか多分勝ち筋が。ごめん、でも俺も今ちょっと高田さんから疑いの目を向けられて、いや、なんか上ポにいたって言ってて、あれ上ポにいたっけなと思って、俺も最後上ポの辺にいたから、あれね、最後2人上ポにいたことだけはもう、それだけは。あ、じゃあ合ってんのかな、うん、俺は見てないだけかな。トタさんと俺見ました、最後上ポの辺。見てないっす。俺も上ポン出るカフェテリアの方に抜ける瞬間ぐらいになったんで、もし入る瞬間ぐらいやったら、まあ、あ、見てるらしようぜ、千早さんまで。僕はのトラフさんじゃなくて、 あれと思ってぐらいやと思う。全然もう俺超べったりつけるで、今ならタスク終わりの助やから。じゃあ僕とおったと思うけどな。僕いましたよ、本当いました、本当いました。サントスさんがさ、ちはやさんって言ったからちはやさんなんじゃない。正解正解。ちはやさんって言ってたよね。合ってる合ってる。こっち最初も言い間違いですよね。合ってる合ってる。確かに。まさかのポロリ。ポロリ。正解なんだよな。自分の名前。マジで大正解なんだよな。全然名前も言ってないのに。言ってない。色も全然違うし。違うか。マジで大正解なんだよな。ちはやさん。まあスキップでいきますか。じゃあ僕も何が起こってもオラボさんから離れない。停電中は動きません。はい、お願いします。僕タスクするんで。はい、はい、大正解。お疲れ様です。お疲れ様です。なんかあれですね、最後場所見間違って言い間違えただけの割にはなんか新しい用意が出たから、なんか間違いどっか間違いどっか。サントさんとすれ違ってロア閉まってて、タスクの位置見て上に行こうとしてもらったら千早さんが突っ立ってるから、で、うん、下位置にセキュリティって言われたから、僕視点千早さんかと最初思ってたもん。あ、そんな時あったんだ、千早さん、うん、けどアルトさんが千早さんロアにいたって証言してたから外れたって感じかな。なるほど。僕オラフさん別に容疑者に入れてなかったから。センターさんとナイトミヤさんってもう2人とも分かってるんですか、人狼は。僕だけが多分分かって、僕とアベリさんだけ多分分かってるかな。あー、なるほど。じゃあ黙っとこう。まあそうですね、アベリさん一番初めに死んだから拾える情報が多いから。うん、僕は何だったら別にサントスさんがインポスターかどうかも分かってなかった。チハヤさんかと割と思ってた。何だったら、なんか急に絞られたな、なんかさっき。
まあ、初手も正直死体が3人ぐらいしかいなかったのでって話。サントさんあれ普通にカフェテリア側からぐるって回っていったんですか。あ、カフェからっすね。いや、エレクトリカにいたのは確認してたのか、ワンチャン弁当使ったのかと一瞬思ってたけど、本家でもないんだって。ドッキリしなきゃいけないからな。あら、まあ、生きてるけど死んでる状態やな、これ。あ、え、あれ、あ、いや、アルトさんじゃないか、ね、うん、アルトさん、アルトさん、あ、俺のだけバツついてないわ。ちなみに、あのどこで発見しましたか。はい、アドミンで発見しました。あのメルトダウン起きたから、あの誰か殺されたんじゃないかなと思って、はい、アドミンに行ったら、アドミンのところで割と俺視点も高田さんも絶対ないから、千早さんからのことそうっすね、あれこれもえ、これそうっすよね。いや、僕も思います。自分左側にいましたよ。いや、後から来ましたよね。リアクター直した後、エレクトリカルタスクやってその周辺にいましたね。で、もう一回リアクター乗ったんで左行きましたけど。いや、でもちょっとそれにしては遅くなかったですか。いいよ、あの殴るのはめちゃめちゃ早かったですよね。はい、うん、俺とオラホさんが必死に直してたもんな。もう秒で直して高田さんももうすぐ来てたんで、多分アドミンまで行く時間はなかったかなと思って、うんうん、なんで自分はもうナナコさんしかセルフしかないかなって。あ、俺がここでセルフを。なるほど。もうっていうか両釣りでいいかなって思ってるから。ちょっと待って、なんだ。とりあえず千早さんから行こうっていう気持ちでいっぱい。正解だね。そうですね、高田さん。千代千早さんっつって、サントス千早が面白いなと思ってる。いや、言い間違い、めっちゃ言い間違い、相方言っちゃった説。大正解なんだよ。それやったらマジこれだった。それやったらめっちゃおもろい。終われ終われ終わってくれ。もうこれ違う意味で終わってくれ。ビクトリーって終わってくれ。終わった。見間違いでした。見間違いでした。これが面白い。相方言っちゃった説。チェアヤさん、すみません。いや、普通にただの言い間違いだったのに、たまたま相方言っちゃった。普通に。千早さんってセンターさんの死体見過ごして降りてきました。それとも気づいてないだけですか。ずっと待ってました。次下から来るだろうなって思ってたんで、その人食べようと思ってずっと待ってたんですよね。けど上からアルトさん来てたのかな。全然気づかなくて。僕上回りですね。あ、上回りだったな。上回りはタイミングが合えば。明らかにだってロアの上側の十字路の下ぐらいで待ってんだもん、千早さん。ナイトミヤさん釣られたのに誰もナイトミヤさんの証言覚えてないっていう。ナイトミヤさんリアクターですって最後言ってたから。いや、千早さん潜ってたのにすいません、言い間違いで。いや、とんでもない、とんでもない。っていうかね、あのね、いや、私、普通にね、なんか、ね、ひらがな3文字の人とか、なんか同じ文字数の人、よく言い間違えるんですよね。あー。間違え。七子さんに一つちょっと聞きたいことがあって。なんでしょう。あの、僕の死体の上でアドミン見てましたよね。いや、違う。アドミン情報覚えてたんじゃないですか。ちゃうね。これはね、ね、あんまりメタになるから、もし聞かれたら絶対言えないやつだったけど、スイッチの通報どれかマジで分かんなかった。そっち。今誰かに見られたらやばいと思って。えらい。待ってくれって。えらい。言わなかったのはえらい。七子さんしかいなかったんであれだったんですけど、僕の次第の上でアドミン管理をずっと見てるようにしか見えなかったんですよ、誘導して。見て、さすが、俺アドミン気違いすぎるでしょ、そしたら。で、大体アドミン見た次の日の会議、俺覚えてないし、どこに何がいたか。一つが限界なんだよ、俺の脳を覚えられるのが。ウェポンに二人しか覚えられないんだよ、俺。いや、でも、何なんだよ。その、あ、ちょっと、一旦お手洗い行ってきます。はい、僕も行ってきます。キル結構悪くなかったのにな、もったいないな。もったいないことしてた。最初のキルお見事でしたよね、綺麗に潜伏して。で、あれで僕が真っ先に多分、上にいてた千早さんに俺殺されてるわけでしょ。そうですね、はい。あとちょっとだったんですよ。その紙一重で俺たちが勝ったってわけだな。最後ななこさんのセリフですよ、あれ。いや、どこ無理があるよそれは。俺はアドビ。まあでも意外とそもそもタスクが詰まってたからタスクで負けそうっていうのはあったんですけどね。ああ、そうだったんだ。あ、いや、ななこさんがタスク死ぬほど残ってたんで絶対勝てなかったです。タスクじゃあ8個ぐらい残ったと思う。あ、でもタスク場的にはあと1ゲージくらいだった気がするけど、その結構詰まってた。結構ね、進んでましたね。
はい、だからで5人盤面だから、なんならなんなら釣らないって選択されても多分苦しかった、結構苦しかった気がする。戻りました。戻りました。印に塗りがちしないといけないから相当苦しかった状況でちょっとバトン渡しちゃったなって感じ。やろうぜやろうぜ俺。てかちょっと千早さんがめっちゃかわいそうだったのが、あのなんだよ、ナイトメアさん釣られた直後停電してるのに誰も停電を永遠に直さない。七子さんと千早さんが直してましたね。でそうで千早さんが直してて。かわいそうだった。あれそうだ、それがあったから俺千早さん結構外してたんだ。なんか普通にめっちゃ一人で走りに行ってたから、あうんうん、なんかな全然治んねえなと思ってカフェテリアでボタン待機してたら、あまあ偶然みんなが同じ、いや助け合ってた、おかえり幽霊だから見えてたけどみんな助け合ってた、直してる人とボタン前待機の人以外は。もう私はタスクシュフリして、あこれ殺せ、キルクラ開けたら殺せるけどどうしようかなと思いながら。まあほら、緊急事態なんですよ、皆さん分かってますか。電気が落ちてるんですよ。お怒りだ、お怒りだ。この中に人殺しがいるのに、よく手探りでできますか。よく手探りで緊急事態の、もっとパニックになってもいいくらいなんですよ、停電になったら。結果ほら、俺タスク早めに終了しておかげでオラフさんと一緒に行動できたから許して。まあそうですね。